ワープレイ宅建合格ラジオ。それからこの方もね、毎日内容の濃い動画配信ありがとうございます。独学での勉強で2年連続ボーダーに入っておりながらケアレスミスで悔しい思いをしております。試験会場には魔物がいるようで、なんとか克服したいです。昨年の反省点は業法スタートで、要するにこれ宅建業法から解き始めるっていう、私はお勧めしてるやり方ですね。スタートで得点源を全部見直したため、法令の見直し時間が足らず、確認すれば間違いに気づく問題を3問落としてしまいました。模試を緊張感を持って行っていれば時間配分ができて慌てずに臨めたと思います。試験日までに必ず時間配分を掴んでベストを出したいです。これめちゃくちゃ重要ですよ。時間配分はね、本当に大事です。宅建試験以上のランクの試験に関しては時間配分でかなり合否が分かれます。全部を見直しするのは無理です。実はしようとしちゃダメです。だから、これ模試をやるときに必ずやってほしいのが、問題を解いていくじゃないか。解いていくときに、ちょっとなんか、ちょっと不安だなっていうのあるじゃないですか。ちょっと不安だなっていうやつに印つけるんです。私は星マークつけてました。ちょっと不安だなってやつ。で、星マークをつけといて、それを後で見直すんです。で、この星マークをつけるっていうね、その習慣ができると何がいいかっていうと、ちょっとこれ怪しいなって思った時にそこで立ち止まらなくて済むんですよ。それ立ち止まってちょっとですね、数十秒ぐらい立ち止まって考え込んじゃうと、それだけでタイムロスするんですよ。なので、ちょっと自分が少し自信がないな、今自信が 100% 持てないなってやつは星マークをつけるっていうルールにしておくと、そこで立ち止まらずに星マークだけ つけて次いけるんです。まずはその、なんで、時間全部終わったら、まず星マークを確認する。で、星マークの確認が終わったら、私の場合はその次にやってたのは、ワンブーストで飛ばしたやつの一応念のための確認っていうふうにやってました。そういう見直しする問題の優先順位をマークでちゃんとつけていくっていうですね。それを模試をやるときからやるってことです。これさっき言ったその、宅建業法からスタートする業法スタートっていうのもそうなんですけど、問26からスタートした方が絶対正解率上がるんで、問26からスタートしてくださいってことは私も昔からずっと言ってるんですけど、こういうふうに言ってる私の試験テクニックっていうのは必ず模試で一回試してください。絶対ぶっつけ本番でやらないでください。ぶっつけ本番でやるのはもう精神的にも良くないし、ミスが出るんで、こういう私が動画で言ってる試験テクニックっていうのは、模試で必ず試さなければ使わないでください。見直しも本当テクニックなんで、本当テクニックです、こういうのは。もう試験をね、たくさん受けてくると、こういうテクニックが本当にいかに重要かっていうのはすごくわかります。こういうのをシミュレーションするために模試をやってるんですよ。これはすごい重要です。あとは、その、丸か×かを勘違いしないように、正しいものはどれかっていう風な問題だったら、問題文のところに大きく丸を書く。間違っているものを選べだったら大きく×を書くっていうのを絶対やった方がいいです。これは本当に知らないうちになんか間違ってるものを探さなきゃいけない問題なのに、正しいものを探し始めてる時あるんで、そういうので1点落とすね、もったいないんで、それはね必ず私はやった方がいいと思います。私はそれやってましたね。プララさん、宅建業法からスタート良かったです。ただマークシートの欄を間違えないようにしないと、その通りなんですよ。なんでだからこそこれ普段からやってくれっていうのは、そういうのもあって、でマークシートも必ず一番最後の最後でいいんで、間違って塗ってないかを絶対に確認してください。もう最後の最後でもいいんで、これラストの2分とかぐらいでいいんで、一番最後にマークシートを間違えてマークしてないかを絶対に確認してください。これなんでこれを言ってるかというと、これ確認しとかないと、試験終わってから合格発表の当日までものすごい頭の中とかモヤモヤしますよ。例えば自己採点してみて合格点いってたとするじゃないですか。合格基準でまあ超えてるだろう、38点とか39点だったとするじゃないですか。でもあれマークシート間違えて塗ってなかったっけなってなります。絶対になるんで、必ずマークシートは絶対に間違えて塗ってないっていう風に確信持ててから試験が終わる状態にした方がいいです。絶対これも私の10回以上試験を受けてきた経験上の話です。絶対にマークミスは絶対にないって自信を持てる状態で試験会場を去ってください。やった方がいいですよ、これ。それでずっとドキドキしてる人いっぱい見てきましたね、私。合否スレスレの点数取ってる人はね、なおさらそうなんです。1ヶ月ちょっとぐらいね、生きた心地しない時間を過ごさなければいけなくなりますので、これめちゃくちゃ重要です。そのマークシートのチェック、ね、これ必ずやってください。絶対私やってましたけど、もう絶対自分は間違えて塗ってないで隠し持てるようにした方がいいです、本当に。30万人の出願ということで、初見の模試や予想問題での目標点を45点に仕上げて準備していこうと思います。基礎知識を固めて、くだらないミスを減らせるように、今後の動画や予想問題を見ていきます。
これね、さっき私はちょっと話した話の続きなんですけど、これね、このコメントですね、これ、45点にも目標点数にしてってやつですね、これなんかすごい志高くて良さそうな感じするじゃないですか。これね、ちょっと危ないんです、これ。ちょっと心配なんですよ、これ。これ、これも本当もう多いんですけど、どうしても絶対確実に合格したいじゃないですか。そうするとこういうふうに目標点数をすごい高く設定する人いるんですよ。もっと言うともう満点目指す人とかいるんですね。でこういうふうな設定をするとどういうことが起きるかというと、結構細かい知識まで追い始めるんですよ、今の時期から。自分はもう絶対40点以上取って確実、超確実にしたいんだっていうふうになると、権利関係の深いなんか知識だとか、その債権譲渡だとかね、その辺だとか、その深い知識とかもう追い始めるんですよ。これがね、危ないです、本当に。まあ、本当に基礎学力高い頭のいい人だったらそれでもいいのかもしれませんけど、そうじゃない人はこれをやり始めると危ないです、本当に。本当に危ないです。これ私の経験上、これをやり始めると本番ものすごい低い点数で終わることあるんですよ、これ。気をつけた方がいいです。こんな、だから高い目標点数置かなくていいですよ。私的にはですね。40点でも私高いかなと思うぐらいですから。ただ精神的な余裕を持った点数で合格できるのは一番いいと思いますけど、私が一番理想だと思ってるのは、本当合格基準点のプラス1点ぐらいで短期間で合格するのが一番多分効率はいいですよね。効率のだけの問題でいけば。だからそんなものすごい超高い点数取ろうが、要するに45点で合格しようが、35点で合格しようが、同じ宅建士なんで、別に40何点で合格したってそんな別に自慢にならないんで、肝心な基本知識をね、忘れていく傾向にあるんで気をつけた方がいいと思いますからね、本当気をつけてください。でね、志高いのはいいと思うんですけど、ちょっとね、気をつけましょうという、そういう警鐘を鳴らしておきます。宅建合格ラジオ、ちょっと重要な問題でいきますよ。農作物を収穫した後の2ヶ月間限定で資材置き場として賃貸する場合、営農に支障がない場合に限り農地法の5条の許可を受ける必要はない。ちょっと今出しますね。ちょっと落ち着いて考えてくださいね。これ今日最後の問題なんで正解して終わらないと気持ち悪いですよ。はい、じゃあちょっとアンサーチェックいきますね。はい、アンサーチェック、はい、×93%、×6%、はい、答えは×です。なんでこの問題を出したかっていうところをね、ちょっと考えてほしいんですけど、そんな例外はないんですよ。過去資材置き場の問題ってとにかく出てるんです、これ。農地法の資材置き場っていう単語が出てくる農地法の過去問っていっぱいあるんですよ。資材置き場の一時使用ね、結構多いです。地理的な貸借でも転用目的での権利移動移転に該当するんで、5条許可必要です。こういう例外ありそうですよねっていうのを出してくる可能性は極めて高いです。例えばこれで言うと、まあ、これ2ヶ月間限定でとか意味のわかんないこう期間指定してますし、ここですよね、営農に支障がない限りと。これもね、過去なんか昔多分こういうのあったんで、こういう話だからちょっとこれ真似させてもらってるんですけどね、営農に支障がない限りってなんかその匂わせてるじゃないですか。こういうの多分オンラインサロンの方だとこれぐらいでいなされてもどうってことないんですけど、やっぱり知識がブレてる人はこうやっていなされるとすぐ丸に流れていっちゃうんですよ。なんか例外を匂わせてくるやつは本当に気をつけた方がいいかなと思います。宅建合格ラジオ。あと近いうちにあれも出したいと思ってますね。金龍ラーメンの尻尾切っちゃいましたね、ついにね。金龍ラーメン、尻尾切る直前に私現地取材行ってラーメン食べてるんで、その映像を今度 YouTube でまたやりたいと思ってますんで、はい、ということでね、皆さんすいません、ダラダラしててもすいませんね、お疲れ様でした。勉強皆さん頑張ってください。ありがとうございました、ね、金龍ラーメンの話はねもうちょっと待ってください。 YouTube のメイン動画で出ますんでね、よろしくお願いします。私のラーメン食べてる映像を多分流すと思います。はい、お疲れ様でした。